はい、えー、皆さん、こんにちは。BNI 大阪セントリージョンのエグゼクティブディレクター田淵幸です。本日はですね、えー、非常に今、バズりまくってる、えー、この方にですね、<laughs> ちょっと緊急にお話を伺いたいなと思ってですね、えー、お時間作っていただきました。じゃあ、福本さん、もしよかったら自己紹介お願いします。はい、えーと、大阪セントラルリージョン第1大漫第キシャプターで、えー、トリックアート看板のカテゴリーで活動しております、福本と申しします。よろしくお願いします。 はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。すごいですね、今バズりまくってますよね。はい。ね<え>、テレビもめちゃくちゃ出てますしね。そうですね。もうぜひちょっとこの福本さんがまあ、どういう風にこういう風になあのまあ、バズったのかっていうことをまあ、今日他のメンバーにもぜひちょっと知ってほしいなと思って、はい、お時間頂戴しました。はい、いはい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 じゃあちょっと早速なんですけどなんかトリックアート看板って、ね、福本さん見えないってどれぐらいでしたっけえー、もう4年過ぎましたね、はい、4年過ぎて5年目ぐらいですかねそうですね最初トリックアート看板じゃなかったですよねはい看板看板の看板でしたよねはいなんかトリックアート看板ができたのってなんかどんな経緯なんか教えてもらっていいですかトトリックアウト看板を始めた経緯は えっとまず、あのー、弊社のこの車に、うち看板屋なんで、うんあのー、目立つ広告を入れたいっていう思いがあって、はい、で同じ第一大漫才キャプターに当時、ョークアートのカテゴリーだった青さんがおられたんですけど、AO、うんうん、さんの画力はまあすごいっていうふうに思ってたんで、はいはい、そい特に。 あの相談させてもらったんですよすごいなんか面白い目立つやつできないですかっていうふうにう、うん、そしたらあのトリップアートができるっていうことで、うん、あのー、まあある角度から見たらすごい飛び出して見えたりするものがあるということを聞いて、うん、じゃあもうやってみましょうっていうことでうんはいで<え>もこれつなるほど。はい、えトリックアート看板にカテゴリー変えたのっていつぐらいなんですかここれれれをを入れて はい、車に入れてあ面白いなって思ってすぐ買えましたそれはビーナ入ってどれぐらい経ってからですかそれは2年ほど前なんで2年経ってからです、ね、ああなるほどねはいまあチョーカートの、まあ、今もねいらっしゃいますけど青さんとの出会いがそうやって新しいトリックアート看板っていうカテゴリーまあ新ジャンルというかになったってことですよね<っ>それ実際に変えた変える前と変えた後で なんか変わったことあります売り上げとか。売上まあ単純にそのトリックアートか板っていうそのカテゴリーにあの興味持っていただいて、うんうん、でど、どんなんですかっていうふうにあの聞いてもらえるようになったっていうのがあって。ああ、なるほど。はい。で、そうですね。まあそ,その そういうふうに来られて結局普通の看板になるときもあるんですけど。ああ、なるほどね。なるほど,なるほど。はい。で、まあ、単純にこの車走ってて、うん、QR コードを入れてるんですけど、はい,は,いは,いはい。でそこから問い合わせが来ただけで、そのバズる前までで500万円ぐらいはそこからだけで、うん。ってたかなという感じです。ー QR、コードからの読み込み込だけで えっと直接話しかけたりとか、あなんか言うておっしゃってましたね。すごい。ま,もうまさに、ね、走る広告塔ですよね。そうですね。えすごい、えー。ちなみにこれなんんででバズったんですかこれは、えーっと、僕が伊勢神宮に1月13日にお参り行ったんですけど、その一番近所のコインパーキングに。 こう止めたんですよで止めてる時まあここが一番このトリックワードバンバン見られるだろうと,いうところ。なるほど。と、あのー。参拝中にその地元の高校生が取ってツイッターに上げてくれたやつが思いっきりバズったんですよね、うん。えー、すごいな。すごいですよね。今どれぐらいでしたっけツイッターで。ツイッターで15万いいね超約15.6万とかですかね。 で3万3.1万リツイートすごいねすごいなぶ,ぶっちゃけトリックアート看板にカテゴリー変えてよかったですかあめっちゃ良かったです <laughs> <laughs> でもこれ青さんとの出会いがそうなったってことですもんねそうですまさにもう青さんとの出会いがなければもうなかったなかったことなんでまあそうですよねアイディアがう、はい、ね思い浮かばなかったってことですもんねはい うんなるほど、なんか今後ね、BNI を使って、はい、なんかこうしていきたいなとかってあるんですかそうですね、あのトリックアートの看板をもっと広めていきたいっていう思いがあるので、大手企業さんであったり、チェ,ンチェンーン店さんであったり、そういうところに採用してもらえるような動きをしていきたいなと思ってますうんなんか結構、他チャプターからも紹介きたりとかします そうですね、はいうそれ全国対応できるんですか全国対応はいあのー、えっ、ー、と現状でその提携会社があるのではいはいはい、はい、でセコンも対応できるんですけどはい、はい、ま,まだ及んでない地域もまだあるんですがはい、はい、そこは見えないを活用させていただいてちなみにどこが欲しいとかあるんですかその地域知り合い作りたいとか今,今北海道ですねあ北海道見えないできさじゃないですか、はい できたみたいなので。ね<え>はい。うん、いや、なんか、うまい、うまいこと見えない、使ってますね。ありがとうございます。ね、四年前、僕が福本さんを第一代マンに誘って。ね、はい。入りますわーってね。ね <laughs>。威勢よく言ってく,くださったんですけど、思んなかったら、すぐやめるって。ましたもんね <laughs> よかった4年も続けてくれてて、嬉しいです、はい。面白い。続いちゃってますね。いや、素晴らしい、ありがとうございます。 はい、じゃなんかあれですね、なんか今回のこの福本さんが、まあ、ね、仲間のメンバーとコラボレーションして、まあ、新しい商品を作って、はいで、それをカテゴリーにして、まあ、これだけうまくいってるってことは、はい、まあ、にも、な他のメンバーもそれ、同じことができる可能性があるってことですよね。あると思います、はい。ね、うーん、いや、ぜひ、なんか、いい事例だなと思ってですね。 あの今日お話聞かせていただいたんですけど、はい、なんかもしよかったら、はい、まあいろんなメンバーがこのね見てくださってるのでえぜひなんか福本さんからなんかみんなこうやって活用したらいいんじゃないみたいなのがあれば最後に一言いただきたいんですけどああそうですねあのー、そうだなとにかくあのいろんな方がおられるので、うん、この。 まあ、BNI にあのポジティブに関われば関わるほどその,その、価格反応が起きるというか、うん、その、まあすごいその紹介を出そう出そうというみんなあのー、何ですかね、モチベーションで、うん、はい、お互いが関わるのであのー、はい、関われば関わるほどいい結果が出てくるんじゃないかなと思ってます。 ありがとうございますじゃあ、積極的にもういろんな人と関わって化学反応を起こしてくれってことですね。はい,、はい、はいありがとうございます。ちょっとぜひですね、なんかこのトリックアート看板が、まあね、b a i から生まれたっていうことなので、まあ、ぜひ、ねはい、他の人でもなんかそんな可能性を感じていただいて、活用いただければなというふうに私も思ってますので、また久本さん、引き続き、なんかいいシェアをです、ね、あの全国のメンバーさんにしていただきたいなと思いますので。 はい。もっともっとバズらしてください。はい、頑張ります。バズります、はい、ありがとうございました、はい。はい、ありがとうございます。はい、はい、本日は第一大漫大キッチャプターの福本さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。